ピンポンクラブの皆さん、こんにちは。岩崎雅宏です。佐藤介です。はい、今日はね、大物ゲストが来てます。いや、来ちゃったっすね。大物、いや、来ちゃったっすね。ちらっと声聞こえますけど、僕が、はい、一番尊敬する YouTuber、 ヒカキンだ。違う違う、俺ヒカキン見たことない。ヒカキンじゃない。ヒカキン見たことない。ヒカキン見たことない。あ、そうなの。うん、正規人。正規人、正規人。じゃあ、ちょっとネームを、名前を呼んで登場してもらいましょう。はい、ドンマイさん。はい、カルベギュン。これ、それ見たことある。あ、そうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで、今日はね、柔道家 YouTuber、人気 YouTuber ですね、ドンマイ川田さんに来てもらいました。よろしくお願いします。歩けギュン。これ覚えて帰る。どうやってやるんですか。まずここでも、もう最初組んどくんですから、はい、で、はい、カルペでしっかり言ってください。カルペギュン。一緒にやっていいですか。いきますよ。いきます。カルペギュン。ギュン。なんで超えてくんの俺を。上げる、落とすと上げる。あ、お分別使いますから。もう上げる。そうそう、お君のもの。いや、ありがとうございます。本当に呼んでいただいて。今日はね、ドンマイ川端さん知らない人にちょっと説明すると、元、行動館ですよね。はい、行動館杯と、はい、あと国内の行動館杯と、あと選抜体重列っていう2つの体重、はいはい、列の全日本の大会があるんですけど、はい、2つとも一応取らせていただいてるっていうのを、はい、大声で言わせていただきたいなと思います。おっ、はい、日本一の柔道家に、来てもらいました。そして今は、日本一の柔道家 YouTuber です。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しいです。先ほどね、僕のチャンネルで岩崎さんにいろいろちょっと教えていただいて、もうゴリゴリにしごいていただいたので、はい、すごかったです。いやで、ちょっと疲れてますね。ちょっともうね、やりすぎてね、またもう疲れてるんですよ。いや、もう血が、そう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 、血まみれなんですよ。本当にやばかったんで、すごすぎた、うん、それはね、ドンマイさんの方の、チャンネルで、アップされるので、ぜひチェックしてください。ありがとうございます、はい、そして今日はですね、何をやっていただこうかと思いますと、柔道対決。ああ、柔道対決、はい、はい、やっぱりね、その格闘家 YouTuber はね、こう通らなければいけない登竜門になってると思います。戦いましょう。あ、お前一番弱いタイプなんだ。まあ、僕は見ておきます。まあ、とりあえずはね、うんうん、そうね、だって今まで結構いろんな方が柔道の、はい、やりましたよね。はい、いろんな方とやって柔道やらせていただいて、はい、はい、あれ、杉山静香さんってやってましたっけ。杉山さんでやってるんですか。はい、また別です、はい、大田忍さんだ。はい、大田君とか、はい、大沢健二さん。そうです、はい、はい、いろんな方が柔道を挑戦していただいて、ね、はい、いや、それを見ていて僕もね、その柔術家なのに柔道やらねえってどういうことなんだ。いや、なんか俺が言わしてるみたいな感じやめてください。で、まあ思ったんで、今日はお願いしたら心よく引き受けてくださいました。いやいや、とんでもないです。嬉しいです、めちゃくちゃ。矢崎さんの柔道できるなんて、はい、コテコテやってください。コテコテにやるやん。コテコテやってください。コテコテにやるやん。この疲労の鬱憤をちょっとガンガンやっていいですか。ちなみに柔道経験は、まあ、中学で。ああ、中学で。体育。体育、体育なんですね。大体みんな体育って言うんですよね。俺も高校で体育。体育。体育ね。そう。だから、まあ、ぶっちゃけ柔道経験もないよね。そうっすね。ないですね。うん。柔道トレーニングはやったことあるけれども、まあ、ちゃんと柔道やったことないんで、ルートもあんまりよくわかんないんですよ。はい。ふけるっすね。まあ、なんで、まあ、とりあえず、やっていただいたの、やっていただきたいのは、ランドリー。はい、わかりました。もうだから試合形式ってことですね。そうですね、はい、で、まあ、練習形式でやるんで、何回投げられても、まあ、続けて。はい、わかりました。4分 ?3 分試合は4分です。試合4分、はい、じゃあ、4分やってもらおうか。4分やりますか。4分ですね。まあ、流しで。はい、流しで。止めずに。ちょっと、すいません、うちのカメラマンなんかあれ裏企画やってるんですよ、勝手に。OK です。すいません、なんかあの裏企画は、
後日出るんですね。そうですね。あ、了解です。それもお楽しみにしていてください。はい、はい、というわけで、やっていきましょう。それではゴー。え、てかあれですか、本当にガチでやっていいんですか。はい、やっていいですよ。あ、本当ですか。はい、いやさっきもボコボコにされたんで、さすがに柔道はちょっと、はい、あの、勝たないとまずいんで。いや、柔道も勝つ。柔道も勝つ。いいっすか、やってください。マジで本当にさっきヤバかったんでね。マジでやり返せないと。ちなみにあの柔道の、はい、昔ルールっていうのは僕あんまりよく分かってないですけど、はい、スターティーの方とか。あ、なるほど。なんかあるじゃないですか、ルールがちょっと変わって、はい、何年前かな、本当に7、8年前から直接足取ったらダメっていうルールになったんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうで、僕も日本一になった時に、うん、足取りありのルールで日本一になった時なって、そこからなしになっても1回日本一になってるんですけど、僕こっちのルールが得意だったんですよ、うんうん、足を取ったりとかする方が得意だったんですけど、今は完全になしです。足取るの、今の柔道のルールは触るのもダメです。触るのもダメです。そうなんです。あと受けるのもダメです。相手が技かけてきて股に手入れて受けたりもダメなんですよ。そうなんです。あ、技かけていこうとした時に、こうやって技、相手がこうなんかかけていく、こうやって足とかこうやってもダメです。ああ、触ってダメ。そうです、そうです。そうなんです。これで、防御するのはダメです。昔はありだったんですよ。昔はもうそれこそタックルもありだったんですよ。タックルもありだし、本当に何でもありだったんですね。だからこう、もう言ったら、まだ出てあれなんですけど、すごい卑怯なんですね。卑怯というか、ちょっとせこい選手が多くて、はいはい、まあ、海外の選手とかでこう、もう時間稼ぎでとりあえずタックルばっかり行くっていう、はいはい、タックル行ったら返されないんで、はいはい、タックルで切るみたいなのが多かったんですけど、もうそういうのをなくそうみたいな感じで、うん、もうなしになって、日本人がすごく有利になったんですよ、ルール的に、はい、海外の選手が足取りばっかりやる選手が多かったんで、うんうんうん、日本人有利なようになったんですけど、やっぱり海外の選手ってちゃんとした技を覚え出すじゃないですか、次は、うん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 、じゃあやっぱりその方が厄介になったというか、その方が強くなって、海外の選手めちゃくちゃ技上手くなって、そう、今めちゃくちゃ強いんですよ。なんか外来種のブラックバスの放流みたいな。いや、そうですね、本当に。なんか、要するに昔の日本人の選手の、海外の選手の対策は足取ってくるっていうだけなんで、はいはいはい、それさえ防げばいいっていう感じだったんですよ、はいはいはい、それでやられるだけなんで、うん、でも、今は本当に日本人って一緒ぐらい技を覚えてるんで、あ、そうか。で、なんか体のポテンシャルすごいじゃないですか、うん、はい、本当に強くて、うん、もう日本が本当に今カツカツですよね。いや、それはね、でも、まあ、どのルールでやりますか。得意なルールとかそうっすやっていただいた方が、そうっす、なんか、え、違う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 、なんでそんな上かなの。俺が、あの、いや、俺はどんまいさん本気が見たいです。あ、そういうことか。はい、すみません、気遣わしい。いやいやいや、はい、いや、だってここで、じゃあちょっとひよってみたいな、岩崎ひよってみたいなコメント来たら、あ、コメント気にするタイプの人、もう全部コメント読んでますか。いや、僕もめっちゃ返す。あ、返すんですね。まだ、まだ、まだ返す。すげえ、めちゃくちゃ返す。えらい、コメントしなさい。うん、いや、もう妥協しますよ、僕は、はい、でも、すごいコメントは見て、傷ついて一喜一憂してます。傷つくんですね。傷つきます、ちゃんと。まあ、お前もな、ちゃんとチェックしろよ。はい、ちょっと怖いですね。でも、そこでも、岩崎また火をって、こう足取りなしやで、やったでみたいなの言われたら、もうショックで起きれないんで。じゃあ逆に、僕が昔やってた得意なルールで僕もやっていいってことですもんね。もちろん。じゃあ何でもありです、ほとんど言ったら。ただ、カリバサミだけなし。そう、カリバサミだけなしです。はい。あとこう、そうですね、あとこうほとんどはありです。うん、あ、でも、寝技はもうやめてもらっていいですか。OK です。OK です。立ちでやりましょう。まあ、めんどくさいな。出た。柔道家の寝技嫌いあるある。いや、違うんですよ。めんどくさいじゃなくて、強すぎるんですよ。強すぎて嫌なだけなんで、はい、例えば、はい、足取って、ここから立ち上がって倒したりとかってもう一本なんですか。一回座ったら、流れなんですけど、結局昔のルールで言ったら、はい、こうやってやって、まあ、取って、その流れでこのまま行けばいいんですけど、一回こう、例えばこう止まっちゃった時にグッて押してください、背中を。こうやってグッて止まったら、多分ダメだと思います。はい、全部流れてるじゃないですか。流れてると動きを止めちゃうお尻ついてもいいですか。お尻がついたらダメ。お尻ついたら一応ポイントとかあったんですよ、昔は。あ、相手がお尻ついたね。自分のお尻ついたんだって。あ、そうです。そうです。でもその、足取って失敗するじゃないですか。
こう例えば足とか行こうとして、はい、もうこんな感じで失敗するじゃないですか、はい、これを失敗何回かするとやっぱ反則来るんで、あ、駆け逃げっていうことですね。そうです、やりすぎも良くないんだ、そうで、オッケー、分かった、しっかりと効果がある足取りをするっていう、はい、オッケーです、はい、じゃあ、それでいきましょう、はい、お願いします、おっす、よし、苦手なタイプだ。よし、行こう。OK ですか。よし、行きまーす。お願いします。お願いします。始め。よし。
4日前ぐらいにいとこに、はい、
4時間ぐらいかけてまた髪型なんで。ああ、それはちょっとね、書き込みしましょう。書き込みする書き込みするちゃんと。本当わかりました。じゃあ作文の体重を連れていきます。はい、わかりました、はい、お願いします。やりましょう。よし、勝てはやりたい。坊主っすよね。坊主坊主、これ負けたね。うん、確定坊主。どんまい坊主確定。マジどころはい、行って始め。よし、試合。はい、はい、なんで。頑張れ。はい、あげよ、あげ。よし、すいません、本当に。
片付け。いいことあるよ。いいことあるよ。スタちゃん。やっぱ強いんすね。やっぱ強いんすね。大丈夫ですね。大丈夫大丈夫。いや、まあ、嬉しいっすわ。なんか日本だけあるっすね、やっぱ。こうなるって分からんかった、最初に。いけるって思ってた。なんか来ましたっけ。いや、だってすごいいけるって言ってたからさ。え8本とか9本とかって、なんか俺そういうさ、なんかサッカー見たことあるわ。ありますね。大ブーイングを見たやつか。ゲオリさ。アジア一次予選とかよくあるやつ。あるあるある。そう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 。初回。いやでも気持ちがあったんで、気持ち、あの僕わざとこうあのきつい練習したんですよ。はい、あの起き上がってくるときに、はい、またあのよく僕高校生の時とか やられてたんですけど、なんか試合前の追い込みとか、あくまで幼少期思い出すな。なんかあったな幼少期。聞いた方がいいか。なんかあったぞタッちゃん。いやでもタッチャンめっちゃいいキャラしますね。いやもうこいつは大好きです。僕もう本当に俺がどんまい川端みたいになろうと思ったらこいつがなっちゃいました。でもマジで合気道かと思うぐらいで、しかもその柔道の人とか、まあ、やったことなくはないんですけど、その柔道っぽいことやったことなくはないんですけど、はい、なんか何て言うんだろう、気づいたら背中ついてるみたいな。まああと2本目見てみ、あのすごい空中に投げ飛ばされてる。え、もうなんか何やるか全く覚えてないですよ。この合気道っていうか、なんか力感じないっていうか、パッていう。だから僕もなんか、あれなんですよ。毎回こう素人さんとやるときに、はい、なんか僕低い背負いがするんですけど、はいはいはい、ちょっと怖いじゃないですか、頭が立ちそうで。はいはいはい、で上手くなりようとするんですけど、やっぱり体の力とかあって、もう宮崎さんってもう柔道、ね、もう形が柔道できてるんで、はい、本気でいかないと、投げれないっていう岩崎さんの限りは、うん、で、まあまあで投げれるんで、まあまあって言うのよ。やっぱ、まあまあ、そのがっつりこう担がなくてもよかった。僕やっぱ岩崎さん投げたら低いセラじゃないですか、はいはい、あれ柔道やってない人にかけるの、かけ柔道やってない人にはかけないですよ、うん、やっぱ頭打っちゃったりとか危ないんで、はいはいはい、もうそれを出さないといけないっていう。僕はいや、いやでも一回も低いのやってないよ。うん、当たって、もう手だけで投げる。ああ、合気道。まあまあ、合気道。あの、俺が小学生とやる練習。小学生あんな感じでやるんですか。今、高校生ぐらいそうですね。いや、楽しかったな、けど。いや、ありがとうございます。いや、本当に強い。本当に強かった。なんか、やばいっすね。そうっすね。柔道やばい。柔道ってやばい。